マジでこんな田舎に英雄が住んでんのか。クラウスさんの住んでたユークリッドもこういう感じだったでしょ。クラウスさんも確かに時空戦士だけど、クレスは違うんだぜ。違うって何が。クレスは時空戦士の筆頭剣士なんだぞ。エターナルソード持って先頭に立って魔王ダオスに立ち向かったんだ。ダオス戦役の後はトーティス遊撃隊の隊長をやってユークリッド騎士団やアルバニスタや世界中で活躍したんだぜ。詳しいんだね。まあそれはいいとして、クレスさんを探すんでしょ。マクスウェルの手がかりも見つけないと。ち大丈夫ディオ。全然大丈夫だって。なの唾つけときゃ治るって。ダメだよ、バイキン入ったらどうすんの。ちゃんと処置しないと。んだんだ、おめえが怪我するのは勝手だが、メルメルに余計な心配かけんじゃねえよ。たく、ほら見せて。おい、今のってまさか。そんぐらいの傷、メルメルに頼るなんて贅沢だ。オラの兵かけときゃ治るだよ。てめえふざけんじゃねえ。とっ捕まえてぶっ飛ばしてやる。あの二人はもう困ったもんだね。君たちは道場の入門者にしてはちんまいね。いえ、
私たちクレスさんに会いに来たんです。うちの主に？それは困った。いねえのか？まあね、今うちの主はユークリッド騎士団の特別顧問をしていてね、バルハラで軍事行動中なんだよ。バルハラで何かあったのか？シグルドって暴力集団が町に立てこもってるんだ。ブレイナーってのがリーダーになって以来厄介でね。バルハラっていや、あそこもいろいろあったからね。住民が追い出されたり。住民が？紅の月の採掘者と住民がぶつかってな。ともかく危険だからバルハラには近づかない方がいいね。どうしよう。その間にマクスウェルのこと知ってる人いないか探せばいいんじゃないかな。でもダオスの話も聞かなくちゃだし。なんだ、ダオスの話を聞きたいのかい？だったらミント様に会ってみちゃどうかね。ミントって時空戦士の？その人はどこにいるんですか？もちろんミント様は村の教会にいると思うけど。この村すげえ。すごいって何が？だってさ、時空戦士が2人もいいんだぜ。ミントは時空戦士の砲術師で、結社を作って世界に砲術を広めた人なんだ。詳しいんだね。それじゃあそのミントさんに会いに行ってみようか。村の教会にいるんだっけ？教会ってこれだよな。あら、僕ちゃんたち横入りはダメよ。これ何の列なんですか？ミント様に診察してもらう順番を待ってるの。ここが最後尾、9時間待ち。9時間？僕ちゃんたちは若いのにどこが悪いの？いえ、9時間待ち、さすがにちょっとな。クレスさんが帰ってくるまで待ってみるか。あの教会の列に並んだ方がいいかな。ねえ、マクスウェルの話先に何とかしない？え？いいよもう。なんだよ、言えよ。時空戦士に会うのなんて後でもいいでしょ。私たちが優先しなきゃいけないのはマクスウェルの方なんだよ。どっちが優先とかあんのかよ。俺らダオスに命狙われたのに。それだって魔術の暴走が原因なんだよ。なんでそんな断言できんだよ。こらこら、喧嘩するなよ、こんなところで。なんだよあんた。お前たち子供だけか？親父さんとおふくろさんは？それは、おなんだこいつ。僕は妖精のエトス、この子たちの親代わりなんだ。はあ、妖精っていうか親代わりだって。なんかすげえな。で、何を揉めてたんだ？俺らクレスさんに会いに来たんだ。クレスに？そうか、悪いな。あいつ今バルハラに行ってて。はい、それは聞きました。それでこれからどうしようかで意見が合わなくて。喧嘩してたってわけか。うん、ミントさんにも会えないし。ああ、ミントも忙しいしな。しょうがねえな。俺でよければ話聞いてやるぜ。え？でも。まあ立ち話もなんだからうちに来いよ。この近くなんだ。ついてっても大丈夫か？危ない人とかじゃ。悪い人じゃない感じはするけど。聞こえてるぜ。初対面で信用しろってのもなんだしな。ま、好きにすればいいさ。どうする？行こう。いいよね、いいけど気をつけてよ。
さんの道場だよね。じゃあ、あんたがクレスさん？俺が？違うって。俺はチェスター・バークライト、クレスの幼馴染だ。チェスターって、じゃああんたも時空戦士？まあ、そんな風にも呼ばれてるみたいだな。ま、とりあえず入れよって言っても俺んちじゃないけどな。おかえり、アンちゃん。腹減った。この人たち誰？お客さんだ。静かにしてろよ。この子たちは？戦争で親を亡くした子供たちだ。俺が引き取って面倒見てる。ミリー、お客さんが来た時はどうするんだ？お茶。腹減ったよ。グリッド、ジョンに飯の支度をしてやってくれ。火使ってもいいの？ああ、俺もいるしな。何かあったら呼ぶんだぞ。さてと、なんだっけ、クレスとミントに会いに来たんだったか。何から話せばいいかな。なるほど、マクスウェルってことはモーリア行動だな。よし、俺が一緒に行ってやるよ。でもチェスターさんも忙しいんじゃねえの？ああ、俺はクレスやミントとは違うんだ。ちょっと言い方がきついせいで周りから怖いやつって思われてるみたいだしな。でもさ、あの子供たちには慕われてんだろ。まあ子供にはな。じゃ、行くかな。アンちゃん、どこ行くんだ？ああ、ちょっとそこまでな。おとなしく留守番してろよ。置いてっちゃやだ。腹減った。すぐ帰ってくるよ。ジョン、食いすぎて腹壊すなよ。ミリ、寝る前には歯磨きだぞ。グリッド、二人のこと頼んだぞ。さあ、行くぞ。いいんですか、チェスターさん。ああ、道場の連中も親切で面倒見てくれてるからな。それから、3はいらないぜ。え、マジか？もちろんだ。わかった。よろしくな、チェスター。チェスターってあんなに気さくな人なんだな。どうして？目つきが悪くてすごく性格ねじ曲がってて意地悪で文句ばっか言ってる人で。おいおい、誰のことだよそれ。チェスターだよ。で、うわっ、ひどいな。誰だよんなこと言ってんの。え、読んだ本に書いてたぜ。おい、出てこい、タンス野郎。うわー、誰に向かってタンスとか言ってんだ。いい加減どづけ回してヒーヒーはしたろ。この辺にあの本しまったよ。いやー、こらおめえ、何すんだ。こわっ、おーらの、いやー、体の中まさぐるでね。あったあった、この本。作者は A. クライン。アーチェじゃねえか、あの野郎。下がってな、俺が片付けてやる。
俺らだって結構やれるぜ。じゃあ見せてもらおうか。ああ。さっさと終わらせようぜ。待って。グイって。ゴーティ。ディレクスクレルオン。うまくいって。ディレクスクレルオン。グイ。そう。ハナト。グイ。ハナトって気を砕く魔術となる。トラスタービーム。クレレ。うまくいって。なんだ、お前ら強いじゃないか。だから言ったろ。アミにもこれぐらい力があった。いや、でも叩きのめすばっかりが力じゃないぜ。これは魔物を捕まえる魔物使いの服だよ。そっか、これでなりきりすれば。おめえの妹だか。ああそうだよ。へえ、おめえに妹がな。なんだよ、人の顔ジロジロ見て。おめえみてえな狐目の妹っつうことは、そのアミっての名前にあった顔なんだな。やなんだよそれ、アミが俺に似てるって言いたいのか。みなまで言わねえだ。ええだ、おめえの顔見てれば全部わかるだよ。おめえは可愛い妹が欲しかったんだ。だからさっきメルメルをわざと間違えたんだぞ。バカ言ってんじゃねえっての。いやはは、あったった、図星だ。こいつメルメルを狙ってる変態だよ。あのな、そりゃお前だろ。
使った攻撃がお上手なんですね。ああ、まあな。それから俺のことはチェスターでいいぜ。あ、わかりました。それからその敬語じゃなくて普通で頼む。あ、はい、わかりまし、わかる、わかったわ。何やってんだメル。こんな感じでいいのかなチェスター。いい感じだ。そんな感じでお願いするよ。わかりましたチェスターさん。まあ無理することはないさ。チェスターはどうしてこんな子供用の服持ってんだ。ああ、妹のために用意した服なんだけどな。でもさ、そんなのいらないって言われちゃってさ。ああってなんだよ、かっこいいだろこれ。だってそれはディオが男の子だからでしょ。だいたい年頃の女の子に魔物使いとか、それはちょっと。メル、ちょっと。ごめんなさい。いや、いいっていいって。アーチェの言ってた女心が分かってないってこういうことなのか。お前らほんとガキの割に強いのな。訓練とかしてたりするのか。特別何かやってるってわけじゃないですけど。やっぱなりきり師の力のおかげだよな。なるほどな。でも力があるからってそれに頼りきりになるのもどうかと思うぜ。そうなのか。天から降って湧いた力は突然水が干上がるみたいになくなるかもしれねえしな。そうなった時慌てないように元からある力をちゃんと鍛えといた方がいいぞ。そっか、よし、明日から超特訓だ。クリオクリオ、ディオ調子がいいんだから。なんてな、ずいぶん腕がなまっちまった俺が言うことじゃねえけどな。
ようぜ。クラレッキュークラクレレッとなれ。クルーでトラクタービーム進展うまくいって。クラレッストームクラレッキュー敵をクラクレレッとなれ。クラレットラクタービームクルー召喚シュー加熱ショーローランダシュー加熱グリッショーローランダ反対的だよ。悪いことできるようなやつじゃないしな。でもあいつが必要以上にはしゃいでる時ってのは寂しい時なんだよな。200年後か。あのバカ。悪い。クラスにも会ったのか。うん。あ、そうだ、ロディにも会ったぜ。ロディに。うん、ダオスを倒したいってどこか行っちゃったけど。過去へ戻ったみたいです。まさか歴史を変えるつもりか。自分が英雄になるため。そんなことして意味あるのかな。さあ、あいつダオス倒すことに執着してたしな。そもそも何考えてるのかわからなかったし。私もよくわかんなかったです。でも面白い姉ちゃんだったぜ。ま、それはそうだな。くるるる。あ、うん、行こう。ってまたやられちったよ、あいつ。ここ、どこの洞窟？気がして気のせいかな。ねえ、さっき変な声しなかった？変な声？クール？悲鳴みたいな、ちょっと変な声。メルって耳いいよね。その声は
奥へと立ち入ろうとして魔物に食い殺された。数々の恨みを抱いた霊の数々の声。ってあれ、怖くないのかメル？幽霊とか嘘ですよね。だってここ変な感じとかしないですし。変な感じ？そうでも、そういう時はキャーとか怖がった方が可愛いぜ。なあディオ。え、ああ、うん、メルは脅かしがいがないな。え、あ、ちょっとみんなどこ行ったんだ。一人にすんなよ。え、あ、おい、余裕。
しいの。Look out!
なんだこの虫。虫じゃない、僕は妖精だ。妖精？僕も妖精なんだ。ふっ、俺とお前が同じ？違うね。え？お前、アルテミスだろ。だったら何だってんだよ。やっぱりな、クレスに聞いてたんだ。口の悪い小生意気な妖精に会ったってさ。クレスなんてそんなやつ知らないもんね。ね、どういうこと？僕、妖精じゃないの？比べりゃわかんだろ。キュートな羽もスラリとした体も全然違うだろ。だとしたら君が妖精じゃないとか。なんでそうなるんだよ。そもそもお前こそ勝手にそう思い込んでるだけじゃないのか。僕が思い込んでただけ？じゃあ僕は何なの？ここから出してくれたら教えてやってもいいけどね。こりゃやばいな。意地悪魔術師のジジイに呪文かけられたんだ。こんなやつほっといて行こうぜ。でもエトのことが。いいじゃん、別にエトが妖精と違くても何かが変わるわけでもなし。そうかな、うん、そうかも。ま、そういうわけだ。悪いな。あー、これ待てよ、ひどいぞ。なんだろう。マックスウェルに頼んでみたらどうかな。そうか、待ってて、僕たちが解放してあげるから。行こう。僕、妖精じゃないのかな。俺も妖精ってのは初めてだからよくわからないな。さっきの子が妖精じゃなかったのかも。だいたい妖精なんて伝説だけで誰も見たときねえんだろ。本に書いてあったぜ。人よりちっこくて羽が生えてるってしかわかんないって。じゃあ小さくて羽があったら全部妖精に当てはまるってこと？それって妖精って結局何なのかわかんないってことだよな。じゃあエトもさっきの子も妖精じゃない可能性があるんだ。だからエトが妖精じゃなくても何も変わんないって言ってんだろ。うまくいって、ストーン！
お主ら
だろうか。わしを呼んだのは。マクスウェル？このジジイが？そうじゃ。このジジイこそマクスウェルじゃ。おや？お主はダオス戦役におった？よう、じいさん。元気か？風邪ひいてないか？して、今日は何を回ってここへ来た？実は…うん、お主たちの力を引き出すか。やるのは構わん。だが、失敗すればお主らの体は壊れてしまうぞ。そんな危険なのか？覚悟はできています。だってこれをやらなきゃプリズムリングを消せないんだから。それではジョーちゃんだけやってみるかね。いや、俺もやる。はっ、威勢がいいの。ではその力を示せ。はい。一つやるか。お主は引っ込んどるんじゃ。なんだよ。二人とも頑張って。くるーる。リオ、準備はいい？おお、行くぞ。さあ、かかってくるのじゃ。言われなくても。リオ、頑張ろう。
クマ術となれ。大丈夫なのか。よく耐えたの。さて、もう一戦やるかの。おい、何考えてんだ、じいさん。もうやめさせて。なに、あとはちょいとこの力を制御する方法を教えるだけじゃね。平気です。覚悟しやがれ、じじい。では、行くぞ。本気で行く。本気で行く。なんだ。わかんないけど、勉強しておけばいつか役に立つかもしれないよ。読めないけど、こんな文字だったっけ。あれ、
どこか間違ってる？じゃあこっちの文字は？さあ、あれ、やっぱり写し間違えたのかな。字が汚くて読めないだけじゃないのか。汚いんじゃなくて達筆なの。